頑張っていただきたいと思います。さあそれでは参りましょう。おお、チャージです。波動ファイト。さあまずそうですね、レッドサイドのステップアップからですね、ステップアップのステータス4321を2人にしてシールドを1人、愛花選手がまずは一発 KO を決めていきます。対するブルーサイドのピノ、4321、1人、そしてチャージの2341、シールドの1135で揃えてきた形となっております。早速3点連続選手してますね。そうですね、いいです、流れがいいですね。いいスタートに起きりました。さあピノは相手の、ね、シールドをちょっと警戒しながらも、この強い、ね、アタッカー2人を抑えていきたいですが、ズッキー選手がまずは1点取っていきます。ここから結構ズッキー選手が前に出れる選手なので、取り返しに期待ですね。うん、なるほど。さあここでケース選手も削っていくが、ズッキー選手が斜めから抜いていった。この壁3枚使ってのさらにもう1点取れればで大きいですね。日野側はそうですよね、ここからシールド結構大事に使っていかないと逆転ができない状況か。さあここで結城選手が斜めのケース選手を取っていきます。残り時間は10秒。さあ前に詰めていくピノ、どうなるか。試合終了、4対2ステップアップの勝利です。おめでとうございます。おめでとうございます。